はい、こんばんは、しもちゃんです。今回はね、リゼロの3期、劇場型悪意ってやつね、それの第1話拡大版、まあ90分ほどかなのね、劇場先行上映見てきました。まずね、一言で言うとベアコ可愛い。まあしもちゃんベアコ大好きなんですけどね、ベアコね、まあ2期の最後で、まあ、解放されてね、でまあずーっとね外にいてスバル君と一緒にいるんですけどね、まあなんかね本当にね楽しそうでね、本当見ててね、思わず微笑みも漏れますね。かわいいかわいいね。相変わらずね、相変わらずスバル君にね、きついことを言いながら甘えてるみたいな感じでね、ずーっといるしね、膝の上にちょこんと座ってたりしてね、かわいいですね。あとね、まあ、ここに出てるけど、ミミも出てきてね。あと、ペトラちゃんとかもいてね。まあ、スバル君がね、ミミとね、ベアコをね、両手で繋いでね、ペトラとね、三人連れてね、歩いててね、プチ、ロリ、ハーレム状態でね、羨ましいぞ、スバル君って思いながら見てましたね。まあ、ラムネ様には突っ込まれてね、蹴り飛ばされましたけど。はい。でね、最初ってか中盤もう本当にね後半に行くまでねずっとね平和なんですね。まあエミリアがね王戦のまあ他の候補者とね会うことになってね、まあいろいろちょっとねまあ3人の候補者とはまあ結構良好な関係でね、まあそれなりにねまあ良好に話はしてるし、時々ピリつくことがあったりもしたりね。でスバル君も相変わらずユリウスが苦手でね、ちょっとねちょっと喧嘩腰になったりするんだけどね、まあ平和に進んでいくんですけどね、ちょっとね関係が悪くするような候補者が出てちょっと場を荒らしたりね。それからビルフェルムさんのねうちのねちょっと問題があってね、そこの、家の中の隠し通がちょっと見えたりね。あとガーフのところでね、ガーフがねちょっとね、ガーフの生い立ちの絡みでちょっとね事件があって、そういったちょっと微妙などういうんですかね、不穏な空気もまあ、出たりするんだけど、まあ基本的に平和に行くんですよね。で、まあ最後の最後の方でね、この先のね、戦いというかね、そういうね、暗雲渦巻くようなね、出来事がね、起こるんですよ、本当に。怖いやつが出てくるんですよね。やばいやつが。で、まあスバル君最初それ見た時にね、身構えるんだけど、なんか知らないうちにね、なんか、すごくね穏やかな感じでね、そのやつ そいつと会いたりしてね、で笑ったりしてるんですよね。で なんだろうなおかしいなと思ってたら、どうもねだんだんとね、その周りのとか、まあ、スバイクも含めてね、その人たちの雰囲気がねどんどん変わってってね、あこれやばいやつだなと思ってたら、もうどんどんその加速してきて、すごくねやばい出来事が起こるわけですよ。で、それを経験してスバル君がね、やべえみたいな感じでね、気持ち悪いって感じで、そこで、まあ終わっちゃうんですけどね。うん、これからのね、敵とかがね、敵がね、見えてね、で、これからどうなんだろうって、すごくね、期待しながらね、終わりましたけどね。まあ、テレビシリーズ、開始をね、待ち遠しいわけですよね。というわけで、あとね、ロリで思い出した。もう一人、リリアナちゃんっていうね、歌姫ね、まあ、ロリっ子がね、また一人増えるわけなんですよね。まあ、この後もね、スバル君とね、仲良くなってね、いろいろ、まあ、掛け合いとかするんですけどね、面白かったですね。はい。というわけでね、テレビシリーズ開始楽しみです。いつから開始するんだろう。もう始まってんだっけ。2週間、先行2週間だから、まだだよね。
ちゅうことで、まあ今日ね、9月のね、8日です。はい。で、実はね、もうすでに2週行ったんですね。1週目、感想すぐ、動画撮ろうと思って、撮れなくて、もう2週過ぎちゃったんですけどね。はい。1週目の、来場者特典が色紙。これがね、スバル君とベア子、エミリアとパック、ラムとレムの、その3種類あるんですけどね。当然、ベア子欲しいんですけどね。さあ何が出るかな。あ、綺麗、袋が綺麗、ほっ、エミリアでした。欲しい順、ベアコ、ラムレム、エミリア。はい。いや、いらないわけじゃないんです、いらない子じゃないんですけど、できればベアコ欲しかったな。はい。でこれは2周目の特典でね、エミリアのイラストがあって、ね、なんか小説っぽいんですけど、まあ小説もあるのかな、これ。で、あと、なんか座談会とか、まあインタビューとかが、でキャラの、ね、声優さんのインタビューとかもあるのかな。で、まあなんか舞台設定とかね、そういうのが載ってますんでね。パンフレット、そう。これね、先行上映、テレビシリーズの先行上映なんで、パンフレット作成されてないんですよね。だからパンフレットないんで、パンフレット的なもの欲しい人は今、2週目まだ配ってると思うけど、行った方がいいです。はい。じゃあ、まあリゼロのやつはこのぐらいですね。で、おまけのコーナーですね。チラシ、野生の島ロスっていうことでね、ご用件をどうぞ、そのロボットは命令を待ち続けた、人間のいない島でってことで、ロボットがまあ一人だけで、まあ人間いないところで、まあ一人ぼっちでいるっていう、まあその手の話結構ね、弱いんでね、ロボットものとかもね結構弱いんですよね。ロボットが人間に奉仕するためにとかいう感じの話はね好きなんでね。はい。計算不能の運命が起動する。うん、嵐の夜、人間をサポートするプログラムだけインストールされた、最新型アシストロボットが入った箱が無人島に流れ着いた。偶然にも起動ボタンが押され、彼女は目覚める。あ、女の子なの君。女の子なんだ。うん。男の子だと思ってる。で、彼女も、誰もいない大自然の中でロスは命令を求め歩き出す。島に生息するさまざまな動物たちからは怪物呼ばれされ、大自然を孤独にあてもなくさまよくロス。誰からも命令されない。過酷な野生の島では、ロスに組み込まれたプログラムは、通用しない。はロボットにとっても危険で未知の世界だった。しかしある日、一つの小さな出会いをきっかけにロスの奥深くで、思いもよらない変化の兆しが見え始める。現れ始めると。計算外の世界でロスは一体何を見つけていくのか。なんか面白そうな話じゃないですか。ね。うん、私はロッツァム7134。ロスと呼んでください。あ、ロッツァム7134。で、の相性をロスという感じですね。はい。まあこの手の話にちょっと弱いんでね、泣きそうな気がしますよね。イルイセンも弱いんで、はい、いやこれはちょっと見に行きたいなと思ってます。はい。じゃあ今回の動画は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは皆さん、またね。なんで、これクリアファイル、まあ劇場物販のクリアファイル、ベアコの。かわいいですね。はい。これはまあこん
な感じですね。で、この黄色がスバルですね。まあ映画館でポップコーン買ってるって、映画館へ行ってるっていう定義な感じですかね、はい。で、こっちがエミリアかな、はい。あれ、もう一個買ってきたな、ちょい待ち。おっと、もう一つ、あとこれがね、もう一個物販で売ってたやつですけど、開きくんちどこだよ、下か、あ、下なのか、上か。これは何かというと、こっちにダムとレムがいないんでこっちにエミリアもいますけどエミリア両方に出てんな、はい。エミリア、ラム、レムと、まあニャン、ん？ニャンコじゃないのか、クマなのか。この耳は何だろう、キツネかな？違う、猫だな。猫のクマのクマなのか。可愛いですね。はい、まあ、ラムはずっと、ラムじゃない、レムはまあまだ眠ったままなんですけどね。ということで、まあ物販買ってきました。はい。